将来の日本、三般、女、新島城。我が友、徳富、伊一郎君。先に、将来の日本と称する一冊子を編著し、これを世に送り、合わせて世の一元を求めらる。よ、不文といえども、君と休校のあるあり。兄、 あえて君の行為を悲しゅうすべけんや、よ、これを読み、その第1回より第16回に至る、毎回、あたかも進化教に入るの感なき当たわず、けだし、その論やたくたく、その文や来来。ようしてしばしば感を覆い、覚えず開催と呼ばしめたりき、それ、君の著書たる。 広く、右大の体制を察し、つまびらかに古今の遠隔に記し、卑しくも、天意の損するところ、よろず、生の望むところ、相伴、平民主義をもって、世界を一等すべく、これにこうする者は滅び、これに従う者は損し、一国民、一個人の、よくその勢いに激し、その力に適すべからざるを解き、これを、 過去、現婚の日本に論求し、ついに将来の日本を図画し、その取らざるべからざる方針を示すに至り、筆を整む。これを要するに、君の図画するところは他なし。すなわち、行動正義をもって、放課の大本となし、武備の期間を一転して、生産の期間となし、圧欲の境遇を一変して、自治の境遇となし、 貴族的社会を一掃して平民的社会となすにあり。しかして、君の論子中、願畜するところの愛国の意は、全国を愛するにあり。全国を愛するは、全国民をして、おのおの、その生を楽しみ、そのよろしきをエセシムルにあり。これ実に、君の活眼、大いにここに見るところあり。満行の公害、 黙々に不するに忍びず、直ちにその血、性を述べ発して、一辺の著書とはなりしなりしかして、この書、初めて世に交付する、昨年11月にあり。未だ4ヶ月を経ざるに、すでに再犯に付し、またこれを三犯に付せんとす。なんぞそれ、世人高級の神則にして肩なるや。けだし、 君が論法のタクタクなるによるか、はた、その文章のライライなるによるか。しっかり思考して、世は断じて言わん。君がこの論を吐くと論にあらず、君がこの文を作ると文にあらず、天下の詩詩、救々、これを読むと読にあらず、これ、天下体制の叱らしむるゆえんなり。ああ、これ、天下の体制、今すでに、 ここに至れるなり明治20年2月最強新島城